ウェルカムバックリスチャンビジネスマン中村今日エピソード131サンタバーバラに来てます。さて車を止めてまず何をするかというと、子供たちが車の中で退屈してたので子供たちに電車を見せることにしました。こっちにあんま電車がないからね、電車を見せるとまあ喜んでくれるかなと思った父親のアイデアです。さあとこれ、電車です。そう、動いてる電車ではなくて昔使われてた今は、使われてない電車で、これねサンタバーバラ行きの、中西部、例えばシカゴとかニューヨークの方、東海岸のニューヨークの方から来てた電車だそうです。これはね富裕層の方々、金持ちがね冬寒いとこに住んでる方がまあ金を出してわざわざこれでサンタバーバラの方に冬のねバケーションに来るために使ってた電車だそうです。やっぱり金持ちはすごい生活してるよね。その当時飛行機も何もなくて電車すら乗れなかったぐらいの時代にわざわざ金出してみんなで、まあ今車で言ったらハイヤーな世界ですよね。これを彼らだけで乗り込んでね来てたそうです。これはさっきのその電車のすぐ横にあったイチジクの木のところに来ました。アメリカはね歴史が200年ちょっとしかないところ、これね130年前ぐらいに植えられたイチジクの木だそうです。すっげーでかかったんだよね。これすごいと思った。やっぱり歴史がそんなにない国でこんだけのものが残ってるって、まあただの木って言うかもしれないけどね、これ左の下の人間のあれ見てよ、すんごいでかくない？すげーと思った。これこれね昼飯に行こうと思ったレストランで、これ天井見たらさゴミがついてるのかなと思ったら、これねセレブにトランプをサインしてもらって天井にくっつけてるらしいんだよね。面白いね、まあ、いろいろなんていうのかな、飯とは全く関係ない工夫なんだけど、これを多分見てこれも一つのブランドにこうつながってんのかな。ああの天井にセレブのサインがトランプに書いてある、あれね、アームストロングさんよろしくお願いします。Hey, 今日ね、サンタバーバラに来てて、友達にちょこっと会って、これね友達のオフィスなんですよね。やっぱ自分でビジネスやってるっていいですよね。俺もこういうとこになりたいんだけど、でね彼ね His name is Caleb. Say hi. Hey. で Caleb もね、あの育ちがクリスチャンで、まあ後々自分で実際こう確信持ってクリスチャンになることになってね、で俺たちまあマーケティング関連のイベントで会って、それ以来まあ友達になってもらってるんですけど、ちょっと今日質問してみたいなと思って、皆さんの、エンターテインメントまでにですねちょっと、インタビューしてみたいと思います。 So being a believer in business、 ビジネスやってる中でクリスチャンとして、What do you think are maybe benefits that you have against the competition when you as a believer kind of sit down and do your work? 自分がクリスチャンとしてビジネスやるときにすごくやっぱり有利に感じることって何かありますかって。I think the first most important thing for being a believer in business is being in a place of trust and faith with God so that you don't get rocked by circumstances.まず第一に自分がクリスチャンとしてビジネスやってると、やっぱり自分が信じてること、信仰であったり神様への信頼っていうものがあるので、いろいろことが揺らいだ時に自分が揺らがなくても済むっていうことがあるかなと思います。 So how do I say this? Yeah, so when you get to stay at a place of peace, you're able to get better results,
go beyond other people and not have as much up and down. You get to be stable regardless of the ups and downs of being an entrepreneur. で、自分はまあ起業してる人としてやっぱりいろいろこう、ことがね揺らぐわけですよ、いいこともあったり悪いこともあったりねで揺らぐわけなんですけど、その中でやっぱり自分が神様の信仰を持つことによって、僕らクリスチャンが使う平安という言葉があるんですけど、この内なるこう平安ですよね。その平安が与えられることによってことが揺らいだ時も非常にこう安定して、仕事に携わることができる、まあ、そのことを通して成果も、よく得られるんじゃないかというものです。And then the second most important thing is that God's my business partner, and that means a lot. That actually goes a long ways. It means that I don't have to worry about the finances all on my own, and that I have that I'm working with someone who cares more about the business's success than I do, cares more about me than I do, and is really my provider at the end of the day. So it takes a lot of the pressure off, a lot of the pressure that.Create self-sabotage, fear of failure, those types of things, those get to go away as you stay rooted in the fact that God's my business partner and I'm trusting in Him. And then He opens doors and gives you favor that you couldn't really get on your own. And that's a lot of what I'm experiencing right now in so many ways.クリスチャンとしてやっぱり僕らは神様がある意味ビジネスパートナーとして考えることができるんですね。でビジネスパートナーっていうのはやっぱりその神様は、この彼が携わっているビジネス、彼以上にそのビジネスのことを考えてくださっている、そして彼のことも彼以上に神様が考えてくださっていて、そして最終的にこれを成功させる力があるのは神様であるって、まあ、その3点があることによって非常にやっぱりそこで平安が与えられることができるということですよね。でさっき言った揺らがないっていう言葉も兼ねて、やっぱり神様とパートナーシップを組むことでいろんなところから面白いこうなんていうのかな、この新しいお客さんであったり新しいプロジェクトが与えられていて、やっぱりその、その祝福、という言葉が正しいのかな、祝福を、目の当たりにすることによって自分の信仰を伸ばすことができると、いうところですね。 And then the last thing is as believers, whether you're an entrepreneur or not, but especially for entrepreneurs, I used to, anytime circumstances went bad or if I had a failure or a disappointment,It used to really take me out, and it would be, as an entrepreneur, I'm kind of like wired for success and achievement. And so when things didn't go the way I would want them to, it could really take me out, and I would feel bad about myself because it would reflect on how I valued myself. But as I've grown in walking with the Lord and entrepreneurship, now when things don't go the way I want and I have disappointments, I'm able to remind myself, nothing's changed. I'm still loved, I'm still taken care of.My destiny hasn't changed. Everything's going to be okay, even if this didn't go how I wanted to. And that's probably the most powerful thing that I've been growing in recently. 最近自分が一番強く感じていて、非常に学びが多かったところは、やっぱり神様を信頼して神様と歩むことによって、ことが揺らいで、ことが良かったとしても悪かったとしても、神様が常時私たちを愛してくださっていて、ずっと神様との関係は変わらない。だから周りの環境が変わろうとも、自分の一番大事なところである今守られている、今愛されている、そしてこれから何が起こるのかっていうのは全て主がもうすでにご存知であるっていうポイントを忘れないことができて、そのことを通してやっぱり、まあ、起業している人であれ普通に会社で働いている人であれ、やっぱり環境が変わるっていうのは誰でもあることですので、それが一つ、まあ、最後にね一番有利なポイントなのかなと思いますというところです。Good points. Awesome. Thanks, dude. Awesome. See you guys later. てなところで、彼は会議があったので、俺は外に出て家族をこれから探します。いやこうやって優雅な一日過ごさせてもらうのも本当にね、申し訳ないぐらい気持ちいいよね。さて、彼らはどこに行ったんだ？どこに行ったんだ？どこに行ったんだい？さてこれね、せっかくまあ海沿いのサンタバーバラなので海を見に来ました。ねこれは日本語でなんて言うのかな、英語でピアーって言うんだけど、まあ橋だったら橋桁、これも橋桁に入るのかな。まあ日本語得意な方教えてください。で海にね100メートルぐらい突き出てんだよね。でこの上にねやっぱ観光地なんだけど、市が非常になんかね、まあ、お金があるみたいで、やっぱ
この橋桁の上に止めるって、まあ、他の市だったらすごい金かかるんだけど、ここ最初の90分はねフリーでね、その後1時間につき250円とかって、まあ安いんだわ。だからまあここに止めることにしました。ここ空いたからここに入れようかな。ここに入れよう。いや、やっぱ海は綺麗だわ。こうやって優雅に釣りしてる人もいればさ、デートに来てアイスクリーム食ってる人もいれば、ああやってヨットでふわふわやってる人もいれば、よくわかんないけど一人でプラプラしてる兄ちゃんもいれば、なんか海ってやっぱいいとこだよね。最近皆さん海行ってないでしょね。えちょっとまた行ってくださいよ。なんかね、忘れてたものをなんかこう思い出させてくれるというか。じゃあ海終わったところで、家族はねこれ歩いて橋桁降りてビーチに行きたいということなので、僕だけ車で出て、料金所通って外に駐車することにします。これなんかね、やっぱいくらしっかりできてるって信じていても、これやっぱ上に木が置いてあってさ、カタ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 言ってて、突っ壊れるのかなとか、ちょっとそもそもしながら運転するんだよね。ねえ、 OK 行くぞ。もうちょっとだ。ビデオ撮ってんだけどさ、これどっかのね中国のおじいちゃんおばあちゃんのグループがドローン飛ばしてんだよね。あれ携帯をリモコンにしてさ、おじいちゃんおばあちゃんがドローンできるようになったって、まあテクノロジーはこう本当発達したんだなって思うよね。それぐらい使いやすくなったってすごいことじゃないねえ。これどっかの多分うちのおじいちゃんぐらいの年齢の人がこれドローンで遊んでんだよ。面白いよね。結構ちょっとびっくりしたんだけど、サンタバーバラから今ロスに戻る途中で、まあ今日は会社の仕事は何もせずにね行こうかと思ってたんだけど、実は、自分の副業のビジネスの、コールがあって、見込み客にね、私たち何ができるのかってお伝えして、いくらでいくらでっていう話をするコールが午後4時にあったので、このね上の高速からピョッと降りて4時ギリギリね、でこの公園でこのちょっとした海沿いのこの公園があるので、公園で子供たちを遊ばせ、ちょっと寒いんだけど、で僕は車の中でコールを持ちました。で本当にまあなんていうのかな、大企業とかで営業のノルマとかってあると、何個売ってこいっていうだけじゃなくて、もっと大きなお客さんを取ってくるって話になると、俺たちはあのブランドをお客さんとしてゲットしたいから、あそこに売ってこい、中村あそこに売ってこいって、あいつらがお前を買いたくなかったらお前を買いたいようにしろっていう話になるんですよね。でも自分でこういうまあ僕のビジネス形態ね取ってると、
まあ、私たちができることはこれですよっていうのを自信持ってお伝えして、向こうがいや私たちは結構ですとか、私たちに今いりませんとか、まあ、例えばその価値が分からなかったり、まあ、もしくは本当に彼らが必要ない場合、まあ、その場合は売らないから関係ないんだけど、まあ絶対僕たちが、何かをしてためになるって分かってても相手が欲しくなかったら別にそんなお客さん欲しくないじゃないですか。だから、さっきは4時から、まあ、5時ぐらいまで長くコールを持って、私たちはこれができますどうですか、いつも質問するのがいいんだよね営業ってね。相手のやっぱり相手のためにやってるんだったら相手の意見をフィードバックを常時、求めていくのがね一番、いいんですよね。で、まあ、とにかくだから私たちが何をできるのかっていうのをしっかりもうお伝えして、で、まあ、プレゼン資料を作ってても朝送ってきたんですよね、今朝運転し始める前に。で、お伝えして、で相手がうーんこれどうかな、あれはどうかな、これ考えないとな、あれ考えないとな、まあいろいろね営業のこういうとこでこうテクニックとかってあるんでしょうけど、まあ僕はもうそんなことは関係なくね、それはまあやってればついてくるものだから、一番やっぱり念頭にいつも置いてこれやっていこうって今朝も起きた瞬間から考えてたのが、お客さんのためになること、本当に相手のビジネスを伸ばすことに意味があるものを自信を持って伝えていこう。でそれを伝えて相手が別に変えたくなかったら関係ないんだ、全然プレッシャー感じてないね、すっごく気持ちいいんだよねこれ、すっごく気持ちいい。まあそんなとこでまた車に乗り込んでロスに帰りたいと思います。もうちょっとで頑張ろう、でも金曜の午後なんで渋滞してんだよね、頑張ろう。途中で降りてこっちの店で飯を食おうかと思って今車から出ました。事態発生、子供が車の中でうんこ、あーこういうことってあるんだよね。うんちをきれいにして飯を食い終わり、さっきのはなんかね静かに飯を食うつもりで入ったメキシカンレストランが思いっきり横が飲み会になってて、それを撮っただけです。あの人たち知りません。エピソード131、なんかね終わりがなかったのですいませんでした。これで終わりにしたいと思います。じゃあねー。